発射台上の SA-2、アポロ SA-2 は、アメリカ合衆国のアポロ計画において2度目に、発射されたサターン I 型ロケットである。ハイウォーター計画が実施された。SA-2 計画の主目的は、アポロ SA-1 とほぼ同じで、サターン I の性能試験であった。だが、今回はそれに加えて、 高度 105km に到達した時点で自爆装置を作動させてロケットを爆破し模擬の2段目ロケットに搭載した10万9000リットルの水を宇宙空間に散布して通信や気象への影響を調べるというハイウォーター計画が予定されていた発射のための準備は1962年4月25日ケープカナベラルに1段目ロケットと2段目のダミーが到着してから わずか2ヶ月で完了した。SA-1 と同様、今回も地球周回軌道に乗ることはなかった。発射から2分3秒後、高度1 0 5トルに到達した時点でロケットは計画通り爆破され、大量の水が宇宙空間に散布された。地上からは5秒間ほどで雲が発生するのが観測された。この雲は最終的には、 高度 160km まで到達した。技術者たちは SA-1 で発生したタンク内の燃料の動揺が今回は起こらなかったことに満足した。前回の経験を踏まえ、新たに開発してタンク内に設置したそもそも流板が十分に機能したことが証明されたからである。ありがとうございます。